ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラー、パラッパラー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 。はい、はい、ということで、こやっきーチャンネルさんとのコラボ続きでございます。こやっきーチャンネルさんです。お願いします。そうですはいね、先ほど、はい、そちらのチャンネルさんの方に出させていただいて、はい、先行高校で今から高校だから野球みたいになってる人いないですけどね。ああそうですか、はい、同時なんかな、同時に出てますから今。だけどね、だから今回ね、その小屋系スタジオさんの方から、はい、コラボいかがですかみたいな話があって、はいはいはい、それも直接じゃないんですよ。そうなんです。間に一人ね、はい、一郎、大熊、大熊の方の一郎ですね。大熊方の一郎、はい、いや一郎っていうか鈴木の方の一郎じゃないです大熊の一郎がいるでしょ、はいはいはい、あの大熊一郎の方から LINE がポーンと来て、はいはい、こやっきースタジオさんとコラボしませんかって来たから、はい、どういうことだろう、どういうことなんですか。そうです、あの去年末に島田秀平さんのオカルトのチャンネルに僕出させてもらったんですけど、はい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 、その時にたまたまそのテレビマンの方もね結構いらっしゃったので、うん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 、めちゃイケも好きだったんですみたいな話をしてたら、うん、あ、山本さんすぐ繋げますよ。それが大熊だった。そう、その場で連絡しようかな。あ、そっからこう一郎大熊が以前ね、ちょっとテレビの収録の廊下から、はいはい、楽屋から1回のご挨拶をねさせていただいてるんですよね。それそれ、はい、どこのんですか。加藤がやってる、うん、バズってますっていう、うんうん、はいはい、ちゃっかりバズってますっていう、はいはいはい、西日本放送かな、あっちの九州の、はい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 、私も隔週とか出てる、はいはい、隔週出てる中のその私の間に出て、私じゃない時に小役さんが多分出てたんですね。そうなんですよね。いちいち何本収録してその中の1回目と3回目ぐらいですね、うんうんうん、で帰る時入った時みたいなんでお会いしたやつね、あれ。そう、あれ僕も台本の中に山本圭一って入ってたんで、うん、絶対ご挨拶して写真撮らせてほしいと思ってたんでずっと待ってたんですよ。そしたらたまたま出てきていらっしゃって、すごいちょっとねお疲れな感じで出てきたんですよ。それも、あ、もう声かけるのやめようと思ったら加藤浩次さんもわざわざそれ聞いてくれて、うん、おいって呼んでくれて、うん、あーそう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 、で加藤の楽屋のとこでね、ね、水ショットか、うん、撮ってもらったんですよ、うんうん、へー、そうそう、だあれだけ一昨年ぐらいか、一昨年ぐらいですですよね。だからもう僕の中でも大スターですし、ちょっと怖い人のイメージもらったんですよ、やっぱりね。そう、加藤さんも狂犬って言われてましたし、二人ともめちゃくちゃ優しくて、まあいつも加藤さんとはね、テレビで共演できたので、言ったら山本さんとどこかではできたらいいなと思ってて、まあ実現できたわけですよ、2年越しで。あ、そうか、そういうことだったんですね。でもそれで、まあ今回こうやって私とも、まあ小屋キーさんの方で先ほどやった、どうですか加藤と山本で。いや、やっぱ感動しますよね。もう加藤あいつの方が怖いでしょ、やっぱり。まあまあ、私の方が全然いい人じゃないですか。まあそうなんですけども、まああの先ほどコラッキースタジオ見てくださった方は分かると思うんですけど、うん、まあ、日本一しょうもない都市伝説を紹介していただきました、ね、あれ何なんですか。何、都市伝説、どっちもだっているじゃない。だって世の中やっぱりいっぱいいるでしょ、ああいう人だけど言えないでいる人いっぱいいるんだから双方のスタッフが困ってましたもんどうするってかおしゃれ。何がよ。だから素人さんなんですか。え、素人です、僕一般人です。素人でこんなね、うん、びっくりしましたよ。これ場所言っていいんかな。まあ、渋谷区のとある渋谷区のとあるところにね、はい、これワンフロアでしょ、ほぼほぼワンフロアですね。ねえ、でも僕ほんと芸人さんをリスペクトしていて、もうそれトークいいじゃないですか、芸人さんトークとか、ものすごい憧れてるんですよ。いや、憧れるって極楽トーンなんですか。その芸人さんが、芸人さん全般ですよ。でもね、そんなこと言ったらね、じゃあね、こやっきーさんがね、はいはい、このめちゃイケ世代でめちゃイケよく見てましたとか言うけど、そうは言ってもナイナイでしょ。
大体ないないで、でまあまあたまに俺らがねカプセル怪獣みたいに、まあ月に1回2回ちょっと爆発的なネタをやるから、いやいやご苦労さんですってよく言うんだけど、結果的にやっぱ岡村やべえ、やべです、ないないです。で内容的にだってね、小役さんはやっぱりこういろいろ整理してやらないといけない側だから、やっぱりやべでしょ、やべを見て育ったんだ。俺らみたいなのは見て育ってないよ、大体やべ派ですよ。これはですね、ないない派なんですよ。ほら見てみや、そらそうやな。でもきっかけはね、ないないさんでしたけど、うんうんうん、まあ、チームめちゃイケが好きで箱押ししたわけですよ、今で言うところは。まあまあまあ、この薬からの最高さんじゃないですか。飛ぶ薬だ、飛ぶ薬はだってちゃんと東京のローカルです。そうですよ、それも後追いでちゃんと僕追ってみてるんですよ。はぁ、どちらの方？僕静岡出身なんです。あ、静岡、静岡、静岡まあちょっと長細いじゃない。そうです、ね、でも藤枝の真ん中ぐらい、藤枝の方だ。あ、めちゃイケから入って飛ぶ薬ってのあるんだって見て、うんうん、でもめちゃくちゃファンだったんですよ。はぁ、いやもう死ぬほど笑いましたよ、スモーライダーとか。いやまあまああれはね、ちょっとまあそういう発展系でいろいろやって、スモライダーの額は上げればいいじゃん。えっ、飾ってもらえる？ぜひ嬉しい、ぜひ次回ぜひ。えっ、嬉しい、いいね、もしよかったらね。ありがとうございます、引き取らせてください。ありがとうございます。ほんと？ほんとに持ってくるよ。いいですよ、ほんとに。ちょっと、めっちゃ嬉しいっすよ。ちょっとね、うんうん、なんか2、3教えていただきたいですね。急な流れですなあ、なんか聞きたくない、まあまあまあ、ちょっとお耳直しね。お耳直し、なるほどなるほどなるほど、お耳直し、お耳直しですね。お耳直しって言ったら、今までの俺がなんかあれだけど、うん、なんかじゃあ、うん、せっかく先ほど慶長さんが、うん、じゃあカッパの話と口先女の話してくださったんで、うん、僕も動物と生き物の話しましょう。ほう、はい、ほうほうほう、カラスの話する。カラス、はい、うんうんうん、カラスってどんなイメージですか？カラスはなんか集団でこう飛んで、うんうん、なんかまああの、まあ、東京とかならだったら朝方、うん、みんなこう、うん、何生ゴミだゴミ箱からこういろんなもん漁って雑食で何でも食べて、ちょっとこう意地悪な、なるほどなるほど、意地が悪いというか、はい、まあなんか弱いものに対してこう飛んできていじめたりもするような、そういうイメージがあります。カラスに対する悪口止まらないっすね。すごいっすね。いやいや群れて、あとでも鳴き声うまいっすよね。鳴き声、私カラスの鳴き声うまい。あ、お願いします。はい、ああ、え、ああ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 、これ得意ですよね。ああ、これねこれでやってたら、はい、カラスに答える。え、こうしてるんですかちゃんと。はい、すごい。カラスがいるところでずっとやってたら向こうもああ、ああ、ええ会話してるんですね。そうです、やば。でも先ほどすごい悪いイメージで言っておられたと思うんですけど、僕の今日の年です聞いたらそう思わなくなるかもしれませんよ。はい、やはりですね、日本には、世界最古の秘密結社っていうのが存在するんですよ。秘密結社って、ね、フリーメイソンとかイルミナティの聞くじゃないですか、うんうんうん、でもヤタガラスっていう秘密結社知ってます？ヤタガラス、はい、あの言葉は聞いたことありますよ、はい、ヤタガラス、なんかお菓子でもヤタガラスみたいなのがあったかな、はい、なんかお土産で、はい、お土産でヤタガラスみたいな、なんかせんべいみたいなのがあったよね。鳩サブレみたいな。鳩サブレみたいな感じ。ヤタガラスじゃん。あったよ。よく出ましたね。なかった、鳩サブレが。はい、まあでもヤタガラスってお酒があっていろんなまあ使われているんですけども、日本の秘密結社ってあんまイメージない人多いんですけども、うん、これが世界最古のフリーメイソンのイルミナティ秘密結社ありますけども、うん、それもずっとずっと古いんです歴史が、うんうんうん、でそのヤタガラスがですねどんなことをしているのかってことを今日ちょっと都市伝説をお話ししたいと思っております。おーおー、はい、ちなみにフリーメイソンとか、まあ、世界で一番有名な、ね、秘密結社ですけども、うん、かのウォルト・ディズニーとかね、うん、ミッキーの中にデザインされたところにもちゃんとフリーメイソンマークが入っていたりとか、はあ、まあ、いろんな足跡や痕跡があるじゃないですか、うん、じゃあフリーメイソンの歴史でもそれでもまあ言って数百年とかですけども、うん、ヤタガラス2000年以上の歴史あるんですよ、うん、やばくないですか。いやだとしたらフリーメイソンがその2、300年に比べて、うん、ヤタガラスが2000年だとしたら、うん、
それはそこの方がすごいですよね。圧倒的にすごいんですけど、うん、じゃあ先ほどいいイメージですよって言ったじゃないですか、うん、じゃあそもそも日本の神話にもヤタガラスって出てくるんですよ、うんうん、どんな活躍したと思いますか。2000年前からなんかその町を救う的なことおだったりするのかな。まあ、確かにヒーローですよね、うん、これね、とある人物が戦いをしてたんですけど、うん、その人物を救ったとして有名になってるんですよ。ある人物を、その、うん、ある人物こそが初代の天皇って言われてるんですよ、うん、神武天皇。そう、すごくないですか。だからもしそこで戦いに敗れてしまっていたら今の日本はなかったかもしれない。それぐらいすごいことなんですよね。神武天皇は西から東征といって東へこう進攻するときに、うん、その金糸で金色に光ったカラスに導かれて、うん、逃げられた、うん、眩しくな敵が見くらましちゃって逃げれた、うん、っていう風な伝説があるんですね、うんうん、ちゃんとね絵も残ってるんですよ。すごくないですか。うわ、これが神武天皇で、神武天皇ですね。でこれ金糸がね残ってる。ほんとだ、はい、撮っていいですかこれ、はい、うん、画像もこれはどこのどこの画像、画像ってどこで出てきたのこの絵。これ日本書紀とかにもね載ってたりするんですよ。うん、はい、へえ、すごくないですか。カラスはいいイメージ。天孫降臨ね、神が降りて、はい、好きですね天孫降臨。宮崎だから。ああ、そうですね。で神武天皇って船で出たのが、うん、日向市の美密町。おお、私が今、うん、家あるし借りてるお家があるの、はい、秘密町にあるんですけど、うんうん、そっからお船出をしたという、はい、はいはい、よくご存知で。私そこ住んでるんで、はいはい、やっぱあるね、ヤタガラス的な持ってます、ヤタガラスですね。ヤタガラス的な、はい、やっぱりなんかあるんだよ、つながりが。だから私ヒューガに導かれて今行ってるのかもしれないし、うん、そこで強いて言えばちゃんとカッパも見てるし、うん、巨大エイジも乗ってるっていう、そういうだから周りにはツチノコ見たやつがいるとか、うん、そういうところ全部ここつながってんだよね。つながっています、これは。つながってんのかな。つながってる。だからいいコラボよこれ。だからこっちのね、コヤッキーさんのチャンネルも見れば全部わかりますよ。なるほどなっていうところが。どうすかね。お前信じてない感じがすごい嫌なんだけど。お前が信じる側だよ。お前こっち側だよ。じゃあですね、そんなヤタガラスなんですけど、うん、はい、まあ秘密警察ってあんまりその表には出てないわけですけども、うんうん、じゃあ今何やってんのって話ですね。ヤタガラスが、ヤタガラスは、うん、もう2000年前の話だからもう死んでんじゃない、はい、今はそれがグループ、まあ、団体となって、うん、まあ、日本を裏から支えているというふうに言われてるんですよね。カラスたちが、そのカラスたちがね、うん、はい、でそのヤタガラスはですね、どんな力で日本を守ってるの。これ呪術なんですって。呪術というね、呪術そう、結界を張るということなんですけど、ほうほう、ちなみにヤタガラスの正式名称ありまして、ヤタガラス陰陽道って言うんですね。陰陽道は聞いたことありますよね。陰陽師、はい、そうです。それ陰陽道の始まりって、うん、そもそも奈良時代から平安時代頃とされてるんですけども、うんうん、だから占星術とか占いとか天文学を取りまとめていた国のそういう機関が専門であって、うん、それを陰陽師って当時呼んだんですね、うんうんうん、もうよく聞きますね、安倍の生命が一番有名ですけども、はいはい、うん、ね、そう、陰陽師って占いとか天文学ってちょっとなんか国の機関としてはちょっと怪しいスピリチュアル的な要素ないと思うかもしれませんよね、うんうん、でも当時は国家公務員ぐらいの役職なんですよ。じゃあですね、はい、じゃあですね、その占い師集団の国家公務員って言われてますけども、うん、呪術、結界を張って日本を守っていくということなんですね、うん、日本中いろんなところに結界を張ってます、うん、一番有名な結界、まずちょっと形だけお見せしますね、こちらなんです、うん、こちら星型のね、五芒星ってやつですね、ああ、はい、まあ星だよね。そうです、はい、この生命神社をはじめいろんなところにこの五芒星っていうのが張り巡らされているんです、うん、こうやってね、うん、見ると、うん、この五芒星がですね、なんとまずね、関西、これ畿内の五芒星って聞いたことないですか。関西もちろんね、行かれたことあります。ああ、もちろんある。はい、こちらの図を見てほしいんですけど、当時平城京、都、頂点としまして、うん、5つのですね、地点に見たパワースポットってのがあって、うん、まあ、今でもそう言われてますよね、はい、はい、全部知ってますか。いや、もう全然知らない。伊勢神宮。伊勢神宮は分かりますよ、はい、熊野本宮大社、はいはい、和歌山なのね、はい、これ伊佐那岐神宮、伊佐那岐神宮、はい、元伊勢、うん、で伊吹山で、これ綺麗にこれをね結ぶと星できるんです、うん、本当にこうなる、これなるんです、これ。いやー、これちょっとなんかね、本当なの、こうやって今書いたからそうなってるだけで本当なの。
般の人にむちゃくちゃ責められてる。カッパの人、はい、まあ、こうやってなんかね、天皇様がいるところをこう守ってたっていう、まあ、都市伝説があるんですよね、うんうんうん、だからこれが昔から陰陽道っていうのはこう結界を張って言ったら、うん、悪言ったら鬼とか、うんうん、そういうものを寄せ付けないようにしてるから未だに歴史ある国日本なわけじゃないですか、うんうん、他の、ね、国って結構侵略されたりしてこう変わったりしますけど、うん、日本は一番長いんですよね、うん、そういうことが言われています、うん、じゃあ今はじゃあ残ってないんですかその結界みたいなね、うん、思うじゃないですか、うん、じゃあ、こちら見てほしいんです山手線山手線、ね、はい、山手線がこうやってぐるっと回るわけですけども、うんうんうん、この山手線もあえて意図的にこういう形にしているっていう説があります、うん、意図的にってだからまあまあ円を描くわけでしょ、うん、はいはい、そうです、うん、じゃあこの丸自体が結界なんですけど、うん、間にとある線が走ってるじゃないですか中央線だったりそうです、うん、もうおっしゃる通り中央線なんですけど、うん、まあこうやってこういう風に見えますよね、うん、中央線が、うん、ただここでよく見てほしいのは中央線ってこうなってるんですよま、うん、っすぐじゃないですかこれって確かにこれちょっと意図的になってると思いませんか、はい、これ何かっていうと、うん、白黒の対極図、うん、よく見るこれ、はい、これを実は表しているんじゃないかと、だから東京江戸の町にもうこの結界を張ってるわけですよ、はい、でちなみにこの白の丸の部分って地図に当てはめるとどこにあるか分かりますか、だって、西東京ってことえそういうことじゃないこの白い丸ああ白い丸ね、はい、皇居そうなんですおっしゃる通り、うん、そうか、そう、皇居を守ってるんです、未だに黒の丸はじゃないこれね、新宿あたりと言ってますだから新宿でちょっと事件が、ね、起こりやすかったりするじゃないですか、うん、だからここは陰と陽のパワースポットのバランスなんでこっちがいいことの分、こっちがマイナスなことが起こりやすいっていう噂もありますだからここに悪を集約してるっていうねなるほどそうなんですって面白いね面白くないですか面白い、はい、なるほどねそれで僕あの海外に出張行った時香港に行った時にすごいやっぱ気がよく感じたんですよ香港に行って香港に行った時にでそれがなんでだと思うって思ったんですけど、うん、香港とか中国って結構風水で街自体が作られてるじゃないですか牛の通り道ってこう高いビルとかもあるんですよでっかい、うんうん、でその真ん中にポカって穴が開いてるビルとかなんですよ、うん、これ何のために開いてんのって聞いたらいや風が当たった時強風でね、うん、揺れないようにするために風の通り道を作ってるんだけど一番の目的は竜がここを通るからだよはぁそういう計算して作ってるなるほどだから長く栄えてる街は必ずこのように結界があったりとか風水作られたりするんですってへぇーこれは今日の都市伝説信じるか信じないかあなた次第です私信じますありがとうございます絶対あるでしょだからなんかね信じたいや僕もそんな好きなんで、うん、あ嬉しいです僕あれ出雲大社の話とかめっちゃ好きなんです、うん、出雲大社の人知らないわ出雲大社とピラミッドの中の構造物が一緒だっていう一緒なんですよねマッコよく言ってんじゃんそよく言います伊勢神宮の、はい、あの三重県の話してる、はい、だから伊勢神宮のねこの登ってるのの形がね一緒だね似てるいますよねマッコイと話し合うわめっちゃいますよもしもったらマッコイさん紹介しますマッコイなんてもうすごいよ、なんかそのあいつなんかでもあ、だからあの相撲ライダーのあれを持ってきますよありがとうございますそうですね、そういうことねあれはなんか大事にしてもらえそう大事にしてもらえそうだよね、うんうんうん、ここに持ってきたらただ大事にしてもらうかどうかはまあそうだね、だって周りが来た時にこれ何ですかってまあ言われますなんでこれがあるんですかっていうことになるからね、はいこれ俺入ってきて、はいはい、まあちょっとあそこがねあの打ち合わせをするところで、はいはい、でまあここがスタジオなんだっていうのは分かったけど、はい、奥にもさ、はい、なんかあるしでこっち逆側のところなんか厨房みたいなんだってあそうですキッチンありますはあこれ何部屋なのどうやってここを借りるのいやこどういうここはもうスケルトンで借りたんですよスケルトンで借りてで僕が設計したんですよこういうスタジオ作りたいなって、うん、でだからここは都市伝説を撮る部屋って向こうは僕の個人チャンネルでこっちはスタッフのミーティングルームで、まあ、みんなコンビニ飲食に偏るから、うん、じゃあ、シェフを雇ってみんなの健康をちゃんと賄いにするようにってご飯作る場所があったりとかいうふうにしたんですよ、はい、シェフ雇ってんの雇いましたすーげえねおいどうなってんだよリンガスリンガスは別にそうなんだ全然規模が違いますね規模が違う毎日配信されてるしすごいよねだって毎日配信ではいでもう一個チャンネルがあるわけでしょあります俺らもだって、まあ、
リンガスはリンガスでチャンネルあるでしょ、俺だってもう一個、もう二個ぐらいあるけど全然稼働してないもんね。やったら動かないですよね。もうどうしてそうやってできる。いやでも何人いるのスタッフさん。40人ぐらいです。40人。それは無理か。リンガスが今3人。3人で俺1人、もう4人でやってますからいいじゃないですか。40いるのみんな YouTube ですか。いや YouTube 関係です。はあ、すごいな。だってさ、待って、40人いたら、はい、正直こいついらないなっていうの20人ぐらいいるでしょ。いやでもね、そう思う時もあるかもしれませんけど、うん、無能な人はいないですよ。無能な経営者なんです、大体。だから僕自身が変わったら別にちゃんとなるんですかね。うん、そだからあんまそういうことは思わないですよ。してますね。どん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 この人も入れよう、うん、この人もじゃあ何かやってもらおう、すぐ入れちゃうんですよ。うん、これちょっとちょっと困っちゃってね。入れすぎて。でもね、増えたら増えただけやりたいこともできるんですよ。特に都市伝説やってるんで、うん、たくさん調べ物があったりとか原稿書に手伝ってもらったりとか、うん、人は必要なんですよ、うん、はい、だからびっくりしちゃった、さっきの都市伝説のカカパみたいなね。ちょっと待ってよ。だから見たって言ってんだから、見た人間が見たって言ってんだから都市伝説だから見たんだから、伝説でも何でもない、見たものを見たって言ってんだから、で嘘ついた時は嘘だって言ってるわけでしょ。だから嘘の話もしてるけど見たって話もしてるんだから、それを信じていただかないと。これ信じてください。僕ね、じゃあ1個だけちょっとすいませんね、はいはい、1個だけちょっとぶっ刺していいですか、はい、なんでカッパって思ったんですか。何がなんでカッパって分かったんですか。その話をねずっと聞きたかったんです。どういうこと。ああ、そこにいたのか。うん、だってカッパだからだってその立ってるのがカッパだから。それは今まで見たことないよ。でしょ。うん、そうそうそう、そうなんですか。なんだよそれ見たんだから、カッパを見たんだから。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。